現在ですね、こちら今70強ぐらいですね、まだ80玉ないぐらいにまでできています。この時点で実際にゴムを通してみてどうかなっていうのでやってます。今これリコンさんの青翡翠ですね、一つの平玉のサイズが横幅がですね7ミリぐらいあって、で厚みがだいたい4ミリぐらいですね。どれも同じような大きさにしようとしてるんですけど、若干厚いのと薄いのがあったりしてて、うまく組み合わせをするんですけども、だいたい色が濃いものと少し薄いものですね、透明度のあるものみたいな感じで、まあ、交互に入れるとこんな感じで翡翠のイリコンさんの青翡翠の風合いが出ると思います。あとプラス40玉して、で今これが削りでいうと240番ぐらいまでの削りになってるんで、パッと見た感じ色が出てますけども、もうちょっとしっとりとした感じになりますね。ちょっと先行して何玉かこれですね、これはこんな感じでツヤが出ていきます。で今は、ね、手焼けしというかまだ、240番ぐらいまでの研磨になってます。この今回はそうですね、全体的な色合いが濃いもの、薄いもので、透明度のあるものなどなどが、いろいろ混在してるんですけども、いい雰囲気になってるなと思いますね。まあ、爽やかな青ですね。これちょっと1個ルース厚みがもう平玉にならないやつをルースにしてみたんですけど もうまさにこの石と同じような感じですね。濃い場所もあれば薄いとこもあるし、光が通る場所もあるって感じですね。はい、こんな感じで途中経過です。今回はこのジュズのメインの玉を少し大きくして、あと少し小さめの丸い玉をあと4つ作ります。はい、頑張っていきたいと思います。